谷翔平が狙われる？最強打者の宿命か。ドジャースは7日の地区シリーズ第2戦でパドレス相手に2対10で惨敗しまい、対戦成績は1勝1敗となってしまった。それよりも心配なのが両チームの遺恨だろう。発端は初回から始まる不調のベッツが放ったレフトのへの飛球をパドレスプロファーがキャッチした。打球の行方が際どかったためベッツはガッツポーズを作っていたが、プロファーが挑発のバックステップを踏みグラブに収めた球をファンに返球したのだ。6回にはドジャース先発フラーキが先頭打者のタテイスに四球を与えると、プロファーと捕手のスミスが口論となり、ベンチのマチャドもベンチから声を荒げてヒートアップ。7回にはドジャースファンからパドレスのプロファーやグラウンド内にペットボトルや空き缶が投げ込まれて試合が中断する事態に。マチャドは主砲のタティスに対する四球に怒っていたようで、うちのベストバッターに当てようとした、彼らは最高の選手を手に入れたんだろう、俺たちは大谷にぶつけようとはしていない、と大谷翔平を引き合いに出したため、次戦で大谷が報復の標的にされるのではとファンからは心配の声が上がっている。ちょっとお互いに興奮しすぎじゃないか。ドジャースファンがやりすぎたな。次はパドレスの本拠地だから危ない。とりあえず大谷は関係ない。万が一大谷に小石球当てたら大変なことになるぞ。結局プロパティの件もタテイスの件もマチャド関係なくてくさ、ダルビッシュがなんとか収めてくれるでしょう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。